ジャーメインディ・オニールはアメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビア出身の元バスケットボール選手。NBA のインディアナペイサーズなどで活躍した。ポジションはパワーフォワード、センター。身長211センチメートル、体重118キログラム。高校卒業後、直接 NBA 入りをしている。日本での愛称はコニール。 高校の最初の2年間はバスケットボールに限らずアメリカンフットボールもプレーしていた。ポジションは主にクォーターバックだった。2年生の夏に身長が20センチも伸びバスケットボールに力を入れるようになった。波外れた運動能力を活かしリバウンド、ブロックに非凡な才能を見せ1996年にサウスカロライナ州の最優秀選手賞と ミスターバスケットボールを受賞。パレードマガジンと USA トデイ氏のオールアメリカファーストチームにも選ばれ、マクドナルド全米選手権でプレーした。高校時代の成績は平均22.4点、12.6リバウンド、5.2ブロック、FG% パーセントは68.2%を記録。サウスカロライナ州のクレア高校を卒業後、1九9六年の NBA ドラフトでポートランドトレイルブレイザーズから一巡目17位で指名を受け NBA 入りした。ブレイザーズでの4シーズンはラシード・ボレスラ経験豊富な選手の影に隠れる形で出場時間も限られ力を発揮できずにいた。2000から01シーズン開幕前にデール・デイビスと交換で当時若返りを図っていたインディアナ・ペイサーズに移籍した。ペイサーズでは 一年目から、スターターの座を確保し素質を開花。一試合平均12.9得点、9.8リバウンド、2.8ブロックの成績を残した。翌2001から02シーズンには、一試合平均19.0得点、10.5リバウンド、2.3ブロックと、さらに数字を向上させ、MIP を受賞した。その後、2002年から5回連続で NBA、 オールスターゲームにも出場を果たし、同じく2002年には、米国代表として、バスケットボール世界選手権大会に出場するなど、リーグ屈指の PF の地位を築く。2003から04シーズンには、リーグ最高勝率を残し、プレイオフでは、カンファレンスファイナルへと進むがこの年の王者になる、デトロイトピストンズに2勝4敗で敗れた。2004から05シーズンの1月19日、 対デトロイトピストンズ戦において NBA 史上最悪と呼ばれるロンアーテストラが中心となる観客との乱闘劇、いわゆるパレスの騒乱が発生。オニールも観客に右ストレートで殴り倒してしまい、結局15試合の出場停止処分を受ける。処分明けは肩の怪我もあったものの、チームの大黒柱として復帰。05から06シーズンはチームが怪我に泣かされ続けた。 もののプレイオフに進出。しかし、ここでも怪我人に泣かされ一回戦敗退となった。2008年オフ、T.J. フォード、ロイ・ヒバートの交渉権などと交換で、トロントラプターズへ移籍した。ラプターズでは、ペーサーズ時代の背番号7を、アンドレア・バルニャーニがつけていたため、6番をつけた。2009年2月、ジャマリオムーンと共に、ショーン・マリオン、マーカス・バンクスと交換で、 マイアミヒートへトレード移籍した。ヒートはオニールが加入してからの12試合で7勝5敗と勝ち越した。ヒートは43勝39敗、イースタン第5シードでプレーオフに出場した。アトランタホークスとのプレーオフ1回戦で3勝4敗で敗れた。2009から10シーズン、オニールは70試合に先発出場し、チームは第5シードで プレーオフに出場した。プレーオフ1回戦でボストンセルティックスに1勝4敗で敗れた。2010から11シーズン前にボストンセルティックスと契約した。左膝と左手首の負傷で58試合に欠場したが、プレーオフでは先発に復帰、ニューヨークニックスとのプレーオフ1回戦、第1戦で12得点5ブロックショットを挙げた。 チームは4勝0敗で2回戦に進んだが、マイアミヒートに1勝4敗で敗れた。2012年3月、左手首の手術を決意、シーズン残り試合を欠場することとなり、解雇された。2012から13シーズンは、フェニックス・サンズ、2013から14シーズンは、ゴールデン・ステート・ウォリアーズと渡り歩き、2014から15シーズン以降は、 どのチームとも契約することなく、現在は事実上の引退状態となっている。NBA 入り当初は、ブロックショットを中心に、ディフェンス面で期待されていたが、年々オフェンス能力は向上し、インサイド、アウトサイドともに高い得点力を持つ、リーグ有数のビッグマンに成長した。ターンアラウンドからのジャンプショットや、フェードアウェイを得意としている。ありがとうございます。